どうもウエストランド井口です。新年明けましておめでとうございます。2023年一発目の活動報告動画でございます。今年も1年よろしくお願いします。昨年はですね、年末に M1 グランプリ優勝させていただきまして、まあそこからさらにですね、今まで以上に、まあ今までとある意味比べ物にならないくらいバタバタとした、年末を過ごさせていただきまして、いろんな番組とか、ネタをやらせていただいたり、ラジオで喋らせていただいたりしたので、それを見てくださった方々ありがとうございました。ちょっとね、喉の調子が、完璧ではなくですね、お聞き苦しいところもあったと思いますし、完璧じゃない状態で、ネタを皆さんにね見ていただかなきゃいけないということで、ちょっと、申し訳ない気持ちと、個人的にも、心苦しいと言いますかね、もっと完璧な状態でできたらよかったなという思いもあるんですが、とにかくたくさん番組出させていただいたんでね、見てくださった方々ありがとうございました。またね、完璧な状態になっていろんなところで、漫才もそうですし、他のこともね、テレビもラジオも、ライブも頑張っていきたいと思いますんで、今年もよろしくお願いします。まあ本当にね、大晦日から年明けにかけても、かなり、ありがたいことにね、キツキツのスケジュールで過ごさせていただきまして、年越しはね、日テレの特番で、出させていただいておりまして、まあずっとね、5時から始まったのかな。基本的には、スタジオの方にいさせていただいて、まあネタで言うと最後にね、事務所の大先輩である爆笑問題さんとの、対決という形でやらせていただきました。まあ本当に、嬉しい気持ちもありますし、感慨深いものがありましたね。爆笑問題さんのネタにも、我々のことをこう取り入れてくれたネタというかね、まあ、僕らのことをいろいろ言ったりするネタだったんで、まあそう考えたらね、爆笑問題さんはやっぱ時事ネタをずっとやってるわけですから、こう時事になってないと、ああやってネタでいじってくれることもできないわけですから、まあ時事ネタに組み込んでもね、伝わるくらいに、一応 M1 グランプリでね、優勝したことで、慣れたんじゃないかなというふうに、まあ今はね、特にそういう、M1 直後ですから、そういう時期っていうのもありますけど、もちろん。そこは非常に、まあ悪口とかね、いじられながらも嬉しかったなというふうに思っております。まあそれが終わってから吹っ飛んだの方にも行かせていただきまして、まあ予選を通過して、決勝にも出させていただいたんで、割とこうずっと出ずっぱりと言いますか、まあ、決勝の方でね、さらにこう考えなきゃいけなかったんで、それで余計もう朝方だったし、どんどんしんどくなってくるっていう感じがあったんですけど、まあ決勝まで行けてね、もう吹っ飛んだの本編出させていただくのも初めてでしたから、非常にいい経験になりましたしね、深夜から早朝にかけてですが、たくさん見てくださってありがとうございました。まあみんなでね、わちゃわちゃしながらだったんで、それはそれで楽しかったんですけど、で、その後、フジテレビのヒットパレードに出させていただきまして、まあ吹っ飛んだ最後まで、決勝まで残ってたんで、ちょっと入りはもう始まってるぐらいになっちゃったんで、オープニングちょろっと入れなかったんですけど、その後からは、ひな壇の方に座らせていただきまして、その後ね、親に電話するような急に企画があったりしたね。なんでかわかんないですけどね、電波の悪い中キーワードだけはしっかり聞き取れるっていう謎の現象が起きましたから、一体どういうことだったのかわかんないですけど、まあまたね何回親に電話すんだよって話なんですけどね。まあはっきり言ってこれからも何かしらで親が出てきたり親に連絡してることはあったりすると思うんですけど、年末年始の番組でどんだけ親出てくんだよと思いますけど、まあ親に電話させてもらって、アナザーストーリーとは全く違う形のね、電話になったと思うんですけど、まあそんなこともありつつ、ネタもやらせていただきまして、それも嬉しかったですね。錦鯉さんの後、中川家さんの前、その間でね、ネタをやらせていただけるというのも非常に嬉しかったですね。で、その後ですね、社長にお祝いをしていただきまして、M1 優勝のお祝いをね、太田光代社長にしていただきまして、爆笑問題さんと、マネージャー陣と、我々ウエストランドで、社長と一緒にね、ご飯を食べさせていただきましてね、そこでプレゼントもいただいて、いやー嬉しかったですね。まあさすがにね、ずっと寝てなかったし、ずっと出ずっぱりだったんで、めちゃくちゃ疲れてはいたんですけど、お祝いしていただくこともすごい嬉しいですし、プレゼントもね、すごい嬉しかったんで、一気に元気になりましたね。まあまだ当然ね、ここからまだまだずっと続いていくわけですから、体調管理をしっかりしてですね、まあ声も、まあちょっと
一つずつはね、もちろん良くなってると思いますし、まあ、点滴も打ったりしながらだったんで、まあ、その点滴がね、結構効くやつだったんで、今それが効いてる状態なのか、どうなのかっていうところもあるんですけど、まあ、ちゃんと加湿器を買ってですね、いい環境でちゃんと寝れるようにして、しっかり喉のコンディションも整えて、ここからね、年明け、ぶっ飛ばしていきたいと思いますんでね、引き続きよろしくお願いします。まあ、今日2日なんで、テレ東の方でのネタの、番組も出させていただきましたし、明日は NHK で、東西笑いの殿堂ですかね、生放送出させていただきますので、まあ、基本的にはね、年末年始の番組、ネタを変えて、やらせていただいておりますので、まあ、いろんなネタを皆さんのこう目に、ね、触れる機会があると思いますし、あったと思いますんで、まあ、M1 のネタだけじゃなく、いろんなネタやってるんだなというのも、もう、分かってくれたら嬉しいですし、いろんなネタ見て面白いなと思ってくれたら、非常に嬉しいですね。で、明日も NHK もあし、まあ、今日、もうこれ上がってる時には多分始まってると思いますが、心配症の方にも出させていただいておりますんで、そちらも見てください。よろしくお願いします。あとはですね、まあ、M1 前から、まあ、ちょこちょこいろいろ出させていただいておりまして、その時収録したものとかが、また年始いろいろ、オンエアになると思いますんで、まあ、基本的には僕のツイッター、まあ、あとはね、ウエストランド情報の有志でやってくれてるインフォ的なツイッターを僕もちょっと頼りにしてるんですが、そこでいろいろ告知、まあ、それが告知されてないのはね、インフォが拾えてないのはもちろん、インフォのせいじゃないんですがしょうがないんですが、事務所のホームページとか僕も取りこぼしないように告知していきますんで、どの番組も見ていただけたらなというふうに思っております。まあ、YouTube も引き続きこんな感じでだらだら喋るのをやっていきたいと思いますし、まあ、社長にね、MacBook Pro をいただいたんで、またなんかゲーム配信とかパソコンを使っての、まあどうでしょうね、ビール部の生配信とかわかんないですけど、コメント見ながらのやつとかももしできたら、やるかもしれません、やらないかもしれませんし、ちょっとわかりませんが、時間を見つけていろいろやれることはやっていきたいなというふうに思っております。まあ本当にね、何やともあれ、2022年は、まあ、M1 でね、一気にまた変わったという年でもありましたし、このチャンネル登録者数も一気に M1 のおかげで増えたんでね、こんな何の編集もない、ただだらだら喋るだけの動画ではありますが、まあそれ以外のこともいろいろやっていきたいと思いますんで、まだチャンネル登録してない方は引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録してください。よろしくお願いします。ぐらいですかね。まあ、本当に年末年始、また年始ね、これからもいろいろ出させていただきますので、ぜひぜひ、見てください。よろしくお願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。2023年、まあ、新たに僕らを知ってくれた方たくさんいると思いますんで、今年から応援してくれるようになった方、今年から知ってくれた方もよろしくお願いします。しっかりコンディション整えて明日からも頑張ります。さよなら、おやすみなさい。